どうも、まったり行きましょう。まったり行きましょう。お疲れ様です。おはよう。プレゼントありがとうございます。はい、わたつ。いろいろね、本当は教えないと、教えた方がいいのか教えちゃいけない方がいいのか難しいところいっぱいあるよね。あやかいらっしゃい、さくらさんいらっしゃい、みさきちゃんいらっしゃい。でもね、本当は社会人になったら身につけておかないといけない教養なんだよ。今、公家調べてきたひな人、そうそういうこと、そういうこと。ひな人形にいそうな顔でしょ？着物着てたら。そういうこと、そういうこと。あれっていうのは公家を、要は、日本の貴族のお姫様たちをひな壇に飾ってたわけだから。うん。安倍って名字はすごい。それはね、下関のね、調べるとね、日本の、あ、なんだ、日本って民主主義じゃないんじゃんっていうのがバレちゃうね。あ、なんだ、日本って出来レースじゃんって。総理大臣ってもう決まってるんじゃんっていうのがバレちゃうね。社会とか歴史とか全然覚えてないわ。俺も全然習ってないよ。得意じゃなかったもん。大阪に住んでると在日のことと部落のことは避けて通れない。そうだね。大阪っていうのは避けて通れないね。公家顔ね。そう。思いっきり公家顔でしょ。だからひな壇人形に飾られててもおかしくない顔じゃん。だから、俺ね、同級生に源頼朝にそっくりって笑われたことがあんの。そりゃそうだよね。源頼朝の家系なんだから。中学生の授業で、隣の席の女の子に、教科書開いた時に、始末くんそっくりって笑ってたの。当たり前じゃんって。源頼朝の家系なんだから。先祖なんだから。見せようか、源頼朝。俺は、この教科書のこれにそっくりだって言われたのよ。日本は民主主義だよ、建前上は。そっくりでしょ。これが公家顔ってやつね。この人は武士っていう階級を作った人ね。まあ、俺っぽいでしょ。そうそう。だから、昔のお年寄りとかがイケメンっていうのよ、俺のこと。歌舞伎役者とかこういう顔でしょ。歌舞伎役者とか、切れ長の一重でその化粧映えする顔、白塗りの、そう歌舞伎系の顔でしょ。だからあれは歌舞伎っていうのは昔言うところのアイドルだから、だからお年寄りたちがメロメロになる顔。童話は右翼とはまた別で、その部落っていうのが日本には存在して、要は死の交渉と教わったはずなんだけど、要はこれっていうのは階級なわけだ。面白い。係長さん、花火ありがとうございます。この枠一発目の花火、匿名係長さんありがとう。童話問題の本当のことを教えてあげようか。被差別部落っていうのは本当は何なのか。あれ、戦争捕虜。戦争捕虜のこと。だから本当は位が高かった人たちなんだよ。落とされた人は。位を剥奪された人は。そういうことも教えらんないんだよね。だから職業を限定されたの。動物の死骸とかを扱う、その革製品とかを作らされてた。屠殺とかね。いきます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、ありがとうございます。例えばさ、さっきも言ったんだけど、日本っていうのは大名っていうのがいて、日本っていう国がなかったんだよ。おはよう、はるちゃん。久しぶり。日本っていうのは国がなかったのね。で、言うなら、その薩摩の国とか、下総とかさ、土地が国だったのよ。で、大名っていうのは国のトップだったの。そこまでわかる。で、戦争をして領土拡大とかをやってたわけじゃん。だから日本っていう国は同一の肌の色をしてるように見えるんだけど、実は部族がいっぱいいたのよ。それを無理やり統一したっていう、天下統一っていうのは何なのかっていうと、要は日本っていうのを全部制覇するっていうのを争ってたの。それが戦国時代。わかるでしょ？国が全部あって、国が勝つと領土拡大っていうのをずっと繰り返したの、日本っていうのは内部で。アメリカの独立戦争みたいなもんだよね。
で、その天下統一を果たしたっていうのが織田信長。だから織田信長すげえって言われた。でも、すぐ殺されちゃって、徳川、その織田の部下の、秀吉がなったと。で、その後に家康が引き継いでいくと。で、家康300年持つわけじゃん。でしょ？だから、その時の名残で、国同士で敗れた国の中でも権力者っているわけじゃん。その人たちの権力を封じ込めないといけないけど、日本人の考え方で敵国を殺すっていうことはあんましなかったのよ。殿様の首は取ったんだけど、そこにいた家来たちがいるじゃん。で、家来で言うこと聞いたら部下にしてたのよ。だけど言うこと聞けないで、やっぱ殿にね、仕えているんだっていう風な古い考え方の人たちいるから。そういう人たちを刀を取って、仕事を奪って、ある特定の村とかに隔離すると。それが部落の始まり。織田って名字すごいでしょ？だって織田家だもん。専門やりさんいらっしゃい。ちょっと灰皿パンパンになったから捨ててくるわ。そう。だから元々は特権階級を持ってた武士階級なんだけど、その兵隊たちなんだよ。だから扱いに困ったけど命まで取ることないって言って、その嫌な仕事をさせてたっていうのが始まりなの。だからさっきも島津村の話したけど、その中でもそのリスペクトされてたら対等が許された。武士のライセンスは取るけど、その刀は命だからっつって、まあ刀下げてていいよとか特殊な例の部落。だから俺は部落出身でもあるの。島津家出身でもあるし、部落出身でもあるの。特殊なんだよ。うちの島津は。戦で負けてるから。カースト制度とは違うよっていう説明をした。トイレ行ってくるか。匿名係長さん、匿名係長さん、2発目の花火ありがとうございます。ラジオ代わりでいいっすよ、全然楽しんでってください。ありがとうね。アイテム、ご覧の番組は匿名係長さんの提供でお送りしております。島津豊も和道の遠い親戚かな。まあそうだろうね。名字が一緒っていうことは、島津ってほら特殊な名前だから、要は血のつながりが強かったりしないと名乗れない名前だから。田中とかは別だけど、島津、例えばその織田っていう、織田信長の織田っていう名字があるな。それ息子とかには名前つけてもいいかもしれないけど、勝手に織田とか名乗ったら打ち首にされるの分かるでしょ。お前何殿様の名前名乗ってんだっつって殺されるのよ。だからある程度大名クラスの名前っていうのは名乗れないよ、家系じゃないと。いきます。1回、2回、3回、4回、5回、
6回ありがとうございますでしょ。徳永とか江戸時代に名乗ったら殺されるでしょ。豊臣とかさ、徳川とか名乗れないでしょ。だから簡単に言うとあれだよ、あの関ヶ原の恨みを晴らしたのが明治レボリューションなんだよ。明治維新っていうのは関ヶ原から続いてるんだよ。言ってる意味わかる？今の日本の権力構造っていうのは薩長が築いてるの。薩長がトップにあるの。豊臣秀吉嫌いだとわざと言ったら殺されるの。秀吉はだからそれでむちゃむちゃ切れてたよね。うん、色白いよ俺。一生とかもいい家系だね。うん、これに精いらっしゃい。豊臣秀吉っていうのは指が6本あったの。要は今でいう奇形児だったのね。指が6本あったの。あ、親指がもう1本あったのか。あのね、小指がね、もう1本ある人がいるんだけど、豊臣秀吉ってもう1本あったんですよ。指が。6本あったの。だからね、あの、織田信長が結構面白い人で、黒人とかを、あの、自分の部下に入れたりしてたのよ。南蛮貿易とかで黒人が奴隷でやってきて、黒人ってでかくて強そうだな、みたいな。で、こいつを俺の部下にするから買い取らせろ、っつって、その南蛮人から奴隷を、黒人を買い取って。だから織田信長って面白いよね。腕、指が6本あるやつとか、黒人とかを、だから、その変わってるやつっていうかさ、洋服着てって。で、キリシタンとか入れたりとか、もう異文化をバンバン入れてきた人だから。マジだよ。だから、織田信長の部下に黒人いたよね。有名だよね、結構。なんつったっけ？なんて名前だったっけな。そう、そいつを家臣にしてたんだよ。うん、だから織田信長はいろんな人からリスペクトされてたの。虐げられてる人から。だから身分制度をぶっ壊したんだよね。織田信長、黒人。安家だ。安家。うん、安家っていう部下がいるんだけど。あ、匿名係長ありがとう。安家で検索してごらん。織田信長安家で検索すると、あの、それは、あの、創作じゃなくて本当に歴史に残ってる。ただ、それを、その、教科書では教えらんないっていう。教科書で教えるとまた黒人差別になるな。そう。だから安家はすごいリスペクトしてたの。その、奴隷だったのに、その、俺に地位を与えてくれたっつって一生ついてくっつって。だから安家は超優秀だったらしいよ。匿名係長、花火ありがとう。1回、2回、3回、4回、5回。安家からしたらね、奴隷でね、人生終わってね、ずっと奴隷としてね、従える、ボディーガードみたいなことやらされてたのがね、織田信長に人生変えられたわけだもんね。お前俺についてこいっつって。すごい器量だよね。教科書に載ってないことの方が面白い。そうだよ。だけど、本当は、あの、教えるべきことだよね。本当は。絵巻にも登場してるでしょ。いや、授業じゃ教えてくんないよ。うん、黒人差別の問題が出てくるから、今度。安家ね。うん、しかも安家って、織田信長のかなりの側近だったはずなんだよね。かなり位の高い地位与えられてたはずだよ、安家は。だから、あの、豊臣秀吉は壁に落書きが絶えなかったらしいよね。庶民の反感買ってて、あの、なんか、種なしとか書いてあったりとか、要は子供が生まれないとか、種なし野郎とか、その、すっごい不満を壁に書かれてて、で、打ち首にしろってぶち切れてたエピソード結構あるよね。教員たちは知らないで、知らないのか、教えないのか。でもまあ、あの、っていうかね、本来はこういうのって昭和の時代とかだと親とかが知ってて、教養のある家系だったら教えるんだよ。だけど、だんだん教養がなくなってきたんだよね。うん。そう、学校っていうのは兵隊とサラリーマンを作る、あの、施設だから。そう。あとは、その官僚になる人間、優秀な人間を選び出すシステムなのね。優秀な人間を公務員にして、あとは、その、言うことを聞く、納品を守る、遅刻しない、欠席しない、兵隊を作る。それに対して有効な、あの、教育ですよ。だから日本っていうのは強かった。だから、ね、今の時代っていうのは、イノベーションを起こせるやつを育てないと勝てないから。ロボットと外人が働いてくれるわけだから。うん、
だから知ってる人もいるし、知らない人もいるんじゃん。うん、もうね、洗脳されてるから。だし、ほら、教師っていうのは、反戦、その、戦争第二次世界大戦の影響で、あ、姉ちゃんはどつ。第二次世界大戦の時、反戦運動をやってた人たちだから、教師になる人っていうのは。そりゃそうだよね。だって兵隊に行かないでさ、子供たちとか、ね、家庭とかをずっと守ってたわけだ。その時に被害を受けてるのを一番見てたのは教師だから。悲惨な現状。それは反日家になるじゃん、彼らっていうのは。それが日教組っていうグループになったわけでしょ。で、日教組っていうのは差別をなくそうとか、あの、戦争反対派だから。だからなおさら教えないって。それはだから、戦争っていうものを紐解くと全部わかるよっていう。そういう性質を持っちゃったの、日教組は。日教組が悪いとこじゃないのよ。そう。だってさ、自分たちが先生でさ、自分たちの可愛い生徒がさ、兵隊にされたりとか死んでいくのを見ていったらさ、戦争悪いっていう印象しか残らないじゃん。いろんな多面的に見ないといけないんだよ。日教組はなぜ生まれたのかを知らないといけないし、そう、なぜ彼らは反戦運動をしてるのかとか。日本人が外国人を従えてた事実が不都合なんだろうな。従えてたっていうよりも鎖国をしてたっていう。そう。で、織田信長がなんで天下を取れたのかっていうのがここに繋がっていて、鎖国をしてるじゃん。要は、貿易を禁止してたんだけど、なんで禁止してたかっていうと、その、反乱が起こらないようにとか、っていう名目なわけじゃん。だけど、信長の時代は鎖国をしてたわけじゃないけど、外国にルートを設けることによって武器を輸入できたんだよ。だから、関ヶ原の時って確かなんだけど、世界で一番拳銃が持ってる国って日本だったんだよ。火縄銃って。すごくない？それくらい世界戦争だったの。要は、鎖国とか、そう、海外の交流ないって言ってるけど、織田信長とかが銃をバンバン仕入れて、そういうルートを、独自のルートを作っていってたことによって、その、なんつうの、戦争で勝つことができたのよ。アメリカに負けた、なんか、ごめんごめん、ちょっと統一しようぜ。あのさ、安土桃山時代の話と第二次世界大戦の話がごっちゃになってるから。どっちがいいの？第二次世界大戦の話をするならそっちやるから。俺、リスナーのコメントと俺の話が食い違うとリスナー混乱すんだよ、初見さんが。もういい加減統一感出そうよ。なんでお前ら言うこと聞かないの？日本の教育失敗したの？第二次の方行く？例えばその第二次世界大戦以降っていうのは、じゃあ、その、何があったのかっていうと、まずね、まず一番最初に覚えておいてもらいたいのが、みんなが知らないことね。黒船来航って、覚えてる？黒船来航から行きたいの。俺は第二次世界大戦を語るときは。黒船来航わかる？黒船が江戸時代に開国しろってペリーが来たでしょ。あれってさ、日本人の教科書的なイメージだと、初めて外国からでっかい船、蒸気船が来て、そこで初めて開国しましたよ。なんか、ハッピーな出来事ですよって教わってるじゃん。初めて外国人と交流しましたって教えてるでしょ。あれ嘘だよ。あれどういうことかっていうと、ペリーって提督なんだよ。で、あれ軍艦なのね。世界最先端の軍艦が来たの。あれどういうことかっていうと、開国しなかったらお前国ぶっ潰すぞって脅されたんだよ。だから実際何が起こったかっていうと、ペリー来航ってさ、なんか異文化との交流始まったって教えてるけど、全然違くて、日本政府、要は江戸時代の侍たちって何やったかっていうと、全然届かない大砲撃ってたんだよ。知らないでしょ？で、開国しろって脅されたんだよ。うん。で、お前開国しなかったら日本乗っ取るから、つって。で、鎖国が開国された。ドラゴンさんおはよう。そう。大砲外交だよ。日本人は外交が下手だけど、一番戦闘には強いって言われてるんだ。日本人って戦争で負けたの一回だけって言われてんの。外国との。例えば、さっきも俺の家系島津って言ってたけど、島津ってどれくらい戦争強いかっていうと、島津の国だけだよ。日本国じゃないよ。島津ってその鹿児島の端っこにあるんだけど、イギリス艦隊破ってんのよ。めちゃめちゃ強いでしょ。単独で、イギリス艦隊が鹿児島に攻めてきたことあるんだけど、あ、やっちまえよ、つって。島津ってめちゃめちゃ名門で戦めちゃめちゃ強いの。単独で破ってんの、イギリスを。で、琉球王国っていう沖縄あるぞ。あれを統治下に置いたの、島津藩なの。もともと中国の属国だったのよ。中国の支配下だったんだけど、島津ってめちゃめちゃ戦がイケイケで、あ、関係ねえよ、つって。俺らの領土にしちゃおうぜって。だから沖縄が日本の領土になってるっていうのは、もともと島津藩の、その戦争が強いっていう功績なんだよ。流行的イメージだったでしょ？全然違うの。で、その、仕方なく、その、開国していくんだよ。そう。で、その時に、明治レボリューションっていうのがあるんだけど、それが関ヶ原の頃の
話を引きずっていて、徳川家康の軍隊っていうのが倒せなかった藩っていうのが唯一2つあるの。あの戦めちゃめちゃ強かったじゃん、徳川っていうのが。で、左右に分かれて西と東に分かれて戦争をやってたんだけど、その最後の戦争で取りこぼした武将っていうのがいるのよ、名門中の名門。それが足利と島津なの。要は薩摩と足利藩なんですよ。薩摩藩と足利藩なので、島津藩っていうのは負け戦で逃げるんだけど、要はだから端っこまで逃げるのよ。で、端っこまでぶっちゃけた話を追いやったの、封印したので、300年間統治をするんだけど、足利と島津が反乱を起こさないようにしてたんだけど、300年経った時にもう我慢できねえって言って、坂本龍馬っていうのがそのグラバー商会、トーマスグラバーを仲介して武器を輸入して革命を起こしたっていうの。薩長っていうその田舎武士たちが、要は天皇っていう御旗を掲げて、要は天皇をトップにするんだ、武士階級潰すんだっていう名目ね。だから天皇を祭り上げて薩長が国を取るっていう話なの。だから関ヶ原から続いてんのよ、関ヶ原の負け戦の300年分の恨みを解消されるの。だから日本政府っていうのは未だに薩長の家紋とかを飾ってあるわけよ。足利と島津っていうのは、だから今の日本の権力層にトップにいるっていう。よく分かんなかった、異文化交流のようなハッピーな感じでは習わなかったな。そう、異文化交流のハッピーな感じっていうか、戦争をしたっていうさ、戦争で武力で負けて開国したとは教わってないでしょ。鬼島津だね。鬼島津です。そう、島津藩の異名は鬼島津って言って恐れられてた。戦だから、戦の戦歴がとんでもなく強いんだよね。で、唯一その関ヶ原では負けてるけど、それまではとんでもない武力なんだよ。関ヶ原に行くまで遠いわけじゃん。だけどその地元をボン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 倒していって、で一気に軍隊こう仲間たちを募りながらどんどん上に行って、でそのままガーッて攻めていくんだよね。前田慶次だね。前田慶次。パイレーツ・オブ・カリビアンもびっくりだね。アメリカに負けてからおかしくなったっていうのは、だってこんな島国なのに帝国ロシアを破ってんのよ。ロシアのバルチック艦隊破ってんのよ。だからなんか日本人って戦争に弱いっていうイメージあるかもしれないけど、あのイスラエルとかって明治ロボリューションとか、その第二次世界大戦のこと、日本のこと超リスペクトしてんのよ。なんでかっていうと、後進国なわけよ。日本って西洋文化がなかったじゃん。で、独自の文化だったのに、そのロシアだったりアメリカだったりと単独で戦争を仕掛けたって言って、その、しかもさ、フィリピンとかを守るとか台湾とかを統治していって、要は、植民地になるのが当たり前の時代だったの。第一次世界大戦、第二次。要は、戦争で取りに行って、要は戦国時代みたいなことやってたのよ。国中が。だから、オーストラリアとかも未だにほとんどがエリザベス女王の土地なのね。あれ、私有地なんだよ。オーストラリアっていう国は、エリザベス女王の庭なんだよ、あれ。国だと思ってるでしょ。調べてごらん。オーストラリアの、誰の名義の土地なのかって。あれ、エリザベス女王の土地なんだよ、未だに。アメリカは日本を恐れてる。だから、それでやろうとしたのが、覚えておいてほしいんだけど、ウォーギルトインフォメーションプログラムっていうのを仕掛けるの。ウォーギルトインフォメーションプログラム。それが、GHQ がやったこと。要は簡単に言うと、メディアとかを一斉に使って、もう、日本を解体しようっていう。要は、日本を骨抜きにするための政策を徹底的にやんの。だから歴史とかも改変していくの、どん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 。日本人が常に教えてた侍とかの考えとか、明治まで築き上げていった日本人のスピリットとかを全部なくしていくの。で、民主化していくの。だから、もともと社会主義に近い国なのよ、日本人っていうのは。殿様がいて、殿様が祭りごとやる。農民っていうのは、年貢を納める。で、武士は、要は農民とかは誰についていくかを選ぶっていう。そう。オーストラリア在任の理系。そう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 。南さんのモナリザさんの言う通りで。そう。で、そこに喧嘩売ったのよ、日本は単独で。要は、フィリピンとか、隣の国とかがもう絶対取られると。イギリスとか来てると。だったら俺ら戦争をやろうぜって言って。だから、当時の韓国とか絶対やられるじゃん。だから当時の日本っていうのはヒーローだった側面もあるのよ、実際は。社会主義でよくない？俺もそう思うかな。日本人は社会主義向いてると思うっていうか。
先進国の中で唯一社会主義が成立してるのは日本だけだと思うね。なんでかっていうと、中国とかで生まれた道教、儒教っていうのを着実に守ってんの日本だから。日本人はね、守るのが得意だから、教えとか。あと、ブラッシュアップをするのが得意。だから、官僚制度っていうの道教だから。あ、儒教だから。うん、社会主義でしょ。だから中国で生まれた尊い教え、孔子とかさ、孔子とかが作った尊い教えっていうのを着実に守ってるのは日本だけって言われてるよね。理科主義って何？まったりやろうぜ。ちょっとなんか、ちょっと、ペース4時間放送やってるからさ、頭痛くなってくるわ。ゆっくりやろう。ゆっくり。アメリカに無理やり民主主義をされた感じ。まずね、戦争をした時に、どうやったら、統治できるのかっていう、統治論っていうのがあるんだけど、面白いんだけど、これ昔からやってることね。何千年も前からやってること。国が国同士で戦争して任すじゃん。そうすると、そこに根付いている土着の宗教の神様っていうのを、まず調べるの。で、例えば豚の神様を信仰してる宗教とかあるのよ。やっぱ、その豚と一緒に生活してきて、豚が食料でって。そしたら豚に感謝するじゃん、普通。そしたら、侵略した敵国は何やるかっていうと、豚は、汚れたものとか、無理やりやんのよ。そう。だから、日本とかだったら、例えば男色って言って、まずゲイ文化が当たり前だったの。男と男がセックスするっていうのは、そう、武士のたしなみだったんだよ。で、江戸時代とか調べてもらうとわかるけど、その男と男の出会い喫茶みたいなのがあるぐらい、その性文化っていうのは普通にあったの。あと、花魁とかって、みんな花魁って売春婦だと思ってるけど、全然違うのね。花魁ってどちらかっていうと、キャバ嬢に近いんだよ。花魁と一回ご飯を食べるのに、今で言う200万とかかかるのよ。で、花魁とパコれると思ってるけど、違うのね。花魁と200万金をかけて、お食事ができても、オイランがこの人と結婚したいとかセックスしたいっていう限り、セックスすらできないのよ。全然違うでしょ？みんなのイメージと。っていうのを、それは、そう、奴隷業であるとか、そういう風に刷り込んで。だから、オイランって憧れの職業だったんだよ。超高級鳥だったの。男色とかさ、ゲイ文化とか、そういう、その根付いた文化っていうのを破壊するっていうので、洗脳をするっていうのは、もう、結構上等手段っていうか、うん、だからその日本のそのマリファナの文化とか典型的だよね。もともと大麻って言うとさ、悪いイメージあるかもしれないけど、七味唐辛子ってあるでしょ。七つの実の唐辛子って書くんだけど、あの中にまず麻の種って入ってるでしょ。で、あと麻袋って言って麻の袋とか麻の着物とか着てたでしょ。で、麻って繊維にもなるし、食料にもなるし、何にでも使えるし、どこにでも入るから、日本って麻の文化なんですよ。もともと。ね、朝を信仰してた朝信仰っていうのがあるぐらい日本にはすごい朝が根付いてたんだけど、朝ぶっ壊そうぜ、つって。朝っていうのは麻薬だから、つって。麻薬の魔じゃん、つって。だから、そういうのとかもいっぱいあるよね。その土地に根付いた文化をぶっ壊すことによって洗脳していくっていう。大麻寺ある。全然あるじゃん。朝と大麻って違うの。日本の、麻っていうのはカンナビノールの成分が少ないって言われてるから、もともとそんなにブリる成分が入ってないって言われてるよね。まず、大前提として。あと、大麻を吸ってたっていうよりも、ほとんどその着物とか食い物として活用してた、日本では。だから麻の着物とか未だに売ってるでしょ。もともと麻っていうのは日本人に欠かせない、なんつうんだろう。文化の一つだったんだよね。洗脳するために、朝っていうのが悪いんだって言うと、だからその言うことを聞くようになるじゃん。さっきも言ったんだけど、GHQ のマッカーサーがウォーギルトインフォメーションプログラムって言って、そういう風に仕掛けていくの、どん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 。いろんなその文化を破壊していったりとか、その西洋哲学っていうのをどん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 入れていくんだよね。日本はアメリカに負けて文化とか破壊された。文化なんて残ってないじゃん。だから、俺がさ、歴史の教科書で教えてることなんで教えないのって言ったら GHQ が教えるなって言ってるからよ。要は平等とか博愛とかの精神っていうのはさ、要はアメリカ的な考え方じゃん。でしょ？だって日本っていうのはもともと武士階級、農民は農民なわけだから。でしょ？
どさんこの大麻、その辺にいっぱい生えてるもん、北海道なんか。麻っていうのは生命力がめちゃめちゃ強い草だから、育てる必要がないんだよ。種ばらまいたら勝手に入ってくるんだ。でもそれはアメリカのことをフェアに言うつもりなんだけど、戦争っていうのがそういうもんだから、戦争自体がそういうもの。持ってる。麻の服涼しいよ、シワになりやすいけど。うん、麻いいよね。だから日本の気候に合ってるよ、麻の服とかは。 GHQ の植民政策が一番成功したのが日本。そうだから、日本の成功が逆にベトナム戦争とかイラク戦争の敗因を作ったと言われてるの。日本の国民ってすっごい侍の国だから、負けたら従いますっていう。日本の戦争のルールを紐解いていくと分かるんだけど、トップが変わるとついてきますっていうのがルールだったの。もう何百年も日本で培ってきたのよ。要は血で血を争う争いだったけど、トップが要は首取られたらその国民になりますよっていうのが、さっきの話でもつながってるじゃん。だからアメリカっていうのがびっくりしたのが、トップの首、要は戦争で負けたら急に、あれだよ、日本ってすごいのが、背景マッカーサー様っていう本読むとわかるんだけど、マッカーサーが戦争を勝った瞬間、宣言した瞬間に、マッカーサー様素晴らしいっていう手紙が40万通届いたのよ。個人の手紙がだよ。日本中からファンレターが40万通次の日に届いたの。で、日本の、その、個人の郵便の手紙の歴史の中で、マッカーサーって日本で一番、第二次世界大戦の話よ。日本で一番手紙もらった人なの。知らなかったでしょ。だから日本人っていうのはそういう気質なのよ。トップが変わったらついてきますっていう。知らなかったでしょ。非国民っていうかそういう気質なのよ、もともと。だから、なんだ戦争って勝ったらこんなに簡単に統治できるんだっていう成功例が、まず日本から始まったのが失敗だったの。だから、どこの国で戦争いっぱいやってんじゃん。だけど全然言うこと聞かないのよ。あれって日本うまくいったのになんでってなってるのはそこなのよ。うん、ベトナムの戦争強いんじゃなかったっけ。ベトナムは兵力差が100倍あるって言われてたの。ベトナムの兵力とアメリカの軍隊の兵力100倍あるんだけど、ベトナムっていうのは国民の士気が高くて、アメリカ人がもう行きたくないってなったらしいな。なんでかっていうと、もうゲリラ戦になるし、国民を殺しても殺しても、要は団結力が強いし、もうゲリラ化していって、もうどっから撃たれるか分かんないと。だから兵隊が行きたくないってなったらしいよ。それで負けたんだよ、ベトナムは。だから、その兵力差では100倍以上開きがあったのに、その、戦の負けん気がめちゃめちゃ強かったから負けたって言われてるね。うん。ションなんて何も聞かないじゃん。ション、これよく覚えておいて、あ、これ和道が言ってるの本当だわって思うから。外交が下手な国っていうのは武力が強い。うん。これ日本。外交下手なの。なんでかっていうと、昔戦争が強かった国民の気質っていうのがあって、要は言うこと聞かないんだったら切れたらそうぶん殴って奪えばいいじゃんって考え方。日本人ってだから温厚なイメージあるかもしれないけど、切れたらめちゃめちゃ怖いのよ。国民が一気に暴徒化するタイプなの。あ、やってやるよこの野郎ってなるのよ、全員で。だから例えば北朝鮮からミサイル一発撃ってみ、こんなに温厚に暮らしてる日本人が多分北朝鮮潰せって全員言うと思うよ。なるの分かるでしょ。自分たちの中にそういうのがあるの分かるでしょ。全員日本国民一致団結してナチス化するのが見えるでしょ。うん、安倍さんがやろうっつって、うわーってなって、潰せーってなるでしょ。そう。日本人の気質なの。で、韓国とか中国っていうのは戦争弱い国なのよ。もともと弱いの。戦力が弱い国って外交がうまいの。だから、韓国人とか中国人って口喧嘩が達者でしょ。口先ばっかり超うまいでしょ。で、外交めちゃめちゃうまいでしょ。気が強いでしょ。あいつらなんでかって言ったら戦争弱いから。戦争で勝った歴史を持ってないのよ。でしょ？これね、どの国の国民性でもそうなの。外交が強い、口がうまい、よく喋る、よく口喧嘩する国っていうのは、実は中国人って殴り合いしないんだよ。中国人の殴り合いってあんま見たことないでしょ。中国人同士が、うわーって口で言って、うわーまた喧嘩してるよと思うけど、日本人は違うの。口喧嘩しないの。切れたらぶん殴るから。殺すから。これが日本人の気質なの。要はせこいとかじゃないんだよ。気質なの。日本人はだから、もう、切れさせたら怖いって言われてる。そう、殴り合いが弱いっていうよりも、戦争が多いから、武力は怖いっていうのをよくわかってんの。ただ、日本人っていうのは、外交が怖いから、だから言葉を慎重に選ぶの。だから普段温厚に見えるけど、切れたらもう、ほんと武力まで行くっていうのをわかってんのよ。もともとの日本人の気質ね、これは。うん。おばチャンネルさんいらっしゃい。うん。
京子おばチャンネルさんいらっしゃい。うん。え、でも日本人の喧嘩ってそうでしょ。普段さ、わーってやってるけどさ、いきなりぶん殴るでしょ。なんだとてめえこの野郎っつっていきなりぶん殴るでしょ。これ日本人の気質だから。うん。口喧嘩が弱いの。うん。耐えられないの。他の国は国が陸続きで絶えず外交からの侵略を受けてくるからね。そう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 。エージェントがすごいいいこと言ってて、日本ってすごく特殊な環境で、実は統治が一番早かった国って言われてんの。日本国内で日本統一したのって一番歴史的に早いのよ。で、その頃大航海時代っていうのが始まって、向こうは国っていうのが独立してたんだけど、陸続きでやってたのよ。それを初めて海を渡ってくるわけだから、そう。だから海戦とかに強いの。だから鎖国しやすい空間だったの、特殊。他っていうのはさ、いつ攻められてくるから分かんないから、外交っていうのを慎重に慎重にやらないと、お互いいつ戦争が勃発するか分かんないから、外交に長けてるんだよ。だから日本っていうのはさ、そう、戦争の中でバンバンやってたし、そう、イケイケどんどんだから、うん。だから外交する必要がないんだよ。うん。そう、だから韓国人とかの殴り合いとか、中国人の殴り合いって意外と見たことないんだよ。いつも喧嘩してるイメージだけど。あれは口が達者なの。うん。北朝鮮は日本にビビってるんじゃなくて、これ荒れるかもしれないけど、本当のことを教えてあげようか。北朝鮮って昔の日本になりたいんだよ。あれ、北朝鮮って日本人は知らないけど、日本が作ったんだよ。悲しいことに。それ自覚ないでしょ。要は日本の大日本帝国の名残なんだよ、あれ。だから韓国人はわかってるよ。韓国と北朝鮮を分断させたのは日本だって言ってんの。それ正しいんだよ。だから社会主義、要は日本の真似をしてたのが北朝鮮の派閥で、要は韓国と日本っていうのは民主化した、要はアメリカの西洋の文化を取り入れてアメリカがモデルケースを作ったんだよ。知らないでしょ。そう。だからなんで拉致をしてるのかわかんないでしょ。横田めぐみさんって天皇の家系なのよ。で、横田めぐみさんを取るっていうのは日本の天皇の血筋を王家に入れるためなんだよ。うん。あー、やばいな。こっから先はやばいよ。大丈夫？うん。そう。横田めぐみさんって、日銀の総裁なんだよ。横田めぐみさん夫妻のお父さんいるでしょ。柔らかい物腰の。うん。あの人のお父さんって日銀の総裁だったのよ。で、当時の3世代前の日銀総裁とかって、よくよく分かったら分かるけど、日本のトップに君臨してる権力者とかじゃなれないのよ。うん。そう。だから、めぐみっていう字が入ってるじゃん。そうだよ。うん。だから、日本の天皇とかに憧れてるんだよ。未だに。だから、北朝鮮っていう国は日本が生んだ、副産物でもあるんだよ。悲しいことに。北朝鮮人はみんな知ってるよ、そんなの。日本人がそれを忘れちゃったんだよ。教育で剥ぎ取られたんだよ。だからさ、よく言うんだけど、軍事国家っていうのはさ、こういうの。耐え難き王耐。忍び型教師と。我々大日本人は、この先の戦争において、絶対に勝つことを約束された。とか、ラジオ放送とか見ると軍事国家じゃん。日本の軍事国家の頃のラジオってこんな感じでしょ？我々大日本人は絶対にこの戦争を勝ち、アメリカ米兵を撃ち倒すことによって。これ、ナチスのラジオもこんな感じのイメージでしょ？で、北朝鮮のテレビ見るとさ、なんとかハムニダー、なんとかカントガー、えぬ、ハノー、キム・ジョン・イル・ウンガーとか、もうこれ、思いっきりだから、日本の影響なんだよ。あの頃の。だから、天皇とかのモデリングとかを、キム一族っていうのはついでる、やりたいわけじゃん。でしょ？そう考えるとわかるでしょ？新しい花火、ありがとうございます。匿名係長さん、花火ありがとう。だから逆に日本人が知らないから韓国人たちは怒ってるんだよ。悲しいよな。本当韓国人たちがなぜ怒ってるのかも知らないといけないんだよ。日本が負けたことによってこうなったのにっていう。日本についてきますって言って国が分断されたと。だから民主化した国と社会主義の国っていう風に分かれちゃった。1本当のことを教えないんですよ。3、4、5、6。ありがとうございます。初見さん、どうもどうも。もしよかったらフォローしてください。歴史を知らないっていうか、だから戦争で負けるっていうことは、アイデンティティを失うことだよって言ってんの、俺は。うん。だから、ワンピースとかっていうのは、それをうまく書いてるんだよね。
だからワンピースってそういう話だ。 D の意志とか言うと、あれはだから家系の話が出てくるはず。 D 一族っていうのは何なのかっていうのはそういうことよ。それをうまく、だから小田栄一郎とかうまく書いてるよね。その単語とかを変えて、韓国や北朝鮮は日本に勝ってほしかったんだよ。そうだよ、だって憧れだったんだから。うん、日本人についてきますって言ってついてきてくれたのに負けたんだもん。だからあの戦争、まあ勝てない戦争だったんだけど、あの日本っていうのはリスペクトされてたな、当時っていうのは。うん、勝ってあげるべきだったんだよ。だから世界中が侵略されるっていう時にさ、一致団結してさ、あの日本が矢面に立って俺ら戦争やっからついてきてくれよっつって、わかりましたついてきますって言ってさ、うん、だから韓国の人たちが怒るっていうのも、あのちょっと分かってあげないとね、日本人として、新しいフォロワーさん、ゆきとさんフォローありがとう、ゆいガールさんフォローありがとう、パイセンファンさんありがとう。っていうかゆいがさんリスナー多いな今日。どうした、なんだこれ、なんかゆいがさんリスナーが集まってきてんだけど、何があった、ゆいがさんどうした、なんかあったの。なんかさ、ゆいガールとかさ、なんかパイセンファンとかさ、なんかゆいがさんリスナー多いけど、何があったの、なんでゆいがさん系が入ってきてんの。第二次世界大戦は東条が悪かったの。いやいや、あのね、誰が悪いって問題じゃないんだよ、戦争っていうのは。戦争は誰が悪いっていう問題じゃないんだよ。うん、もうね、本当だから、なんつうんだろう、誰が悪いっていう一元的な見方をするのが、俺はあのいろんな複雑な要素があるの。宗教とか歴史とか経済とか、うん、政治とか軍人とか、いろんな多面的な見方をしないとダメだと思ってる俺は。先祖が戦争でこっち来たから日本に住んでるでしょ。なあ、美咲ちゃん言ってるのリアルでしょ。おじいちゃんとおばあちゃんが言ってたことと俺が言ってる話ずれてないでしょ。でしょ、さっきのその帰化の問題であったりとか、なんか悲しい歴史なんだよって、在日が悪いんじゃないんだよって、日本も悪かったし、ただここは在日の人は帰化しないためなんだよとか、いろんなことがわかるでしょ。だから差別はやめよって言ってんの俺は。同じ日本人の国内で争い事はやめよって、悲しい歴史なんだよっていうことをちゃんと伝えたら日本人も韓国人もわかるんだよ。ただ勉強をしないで歴史を奪われていってね、歴史を知らないから喧嘩してるんだよ。もともと同じ民族として一緒に戦ってたのに、なんで喧嘩してんのって話だよ。それはわかるけど、今の韓国人の攻撃的な態度はムカつく。まあな。な。うん、だから大久保とか行くとわかるけど、韓国人日本人大好きだから本音は。あのね、あの儒教の国っていうのは韓国系の人、まあだから美咲ちゃんとかわかると思うんだけど、韓国人の人、中国人の人っていうのは儒教の影響が強いから、日本人にはわかんないの。日本人は侍だから本音と建前はダメなの。嘘って考えるの。本心しか喋っちゃいけないのが日本人なの。ただ外交が強いってどういうことかっていうと、本音と建前を巧みに使い分けるのよ彼らっていうのは。だから簡単に言うと、韓国ってみんな知らないかもしれないけど、超財閥系なの、未だに。あの、権力者、要は富の再分配が全く日本よりできてない国なのね。だから、韓国人が悪いんじゃなくて、韓国政府がクソなの。もう、韓国の政府、だから、毎回殺されるでしょ？毎回自殺するでしょ？あの、韓国の大統領って。もう、癒着が、むちゃくちゃなのよ。だから、本音を言えないの。日本人が悪い、例えば中国でなんで日本人デモが多いかっていうと、本当は中国に対して、政府に対して言いたいことがあるんだけど、中国政府に対するデモっていうのは禁止されてるの。で、警察とか公安とかに役所を届けるときに、日本の反対デモっていうと通るんだよ。だから、中国のデモって面白いのが、最初の名目っていうのは反日デモって言って通して、反日反日って言ってるけど、最終的にはなんか政府に対する暴動に変わるのよ。あれ、建前と本音なんだよ。そこをちゃんと見てあげないとダメ。うん。なんで反日教育してるの？だから、反日教育するっていうのはアメリカの陰謀じゃないんだけど、要は、なんつうのかな。アイデンティティ、こっちのアイデンティティとか歴史とかを奪う。こっちのアイデンティティとか歴史を奪う。で、50年とか100年経つと歴史を知らない、本当の歴史を知らない子たちが出てくるじゃん。要は今話してて知らなかったっていう歴史とかが出てくるんですよ。知ったら和解できるのよ。ちゃんとしたことが理解できるの。
だけど、その歴史を部分的に取られて都合のいい部分だけ与えてるから誤解が生まれてんだよ。誤解が生まれると喧嘩になるぞ。うん、パククネはまあ間違いなく死ぬだろうね。っていうか、俺の予想多分日本に亡命すると思うよ。日本か台湾にパククネは亡命確実にすると思うよ。それか殺される。古代さんは脱。うん。うん。ポピュリズムっていうかね。だからね、西洋文化は、西洋人の悪いところっていうのは、キリスト教の悪いところっていうのは、その、俺らが正しいって。あのね、これね、すごいいい言葉だから覚えておいてほしいの。あのね、戦争ってね、正義と悪でするんじゃないんだよ。正義と正義がぶつかるから戦争が起こるの。俺が正しい、俺が正しいっていう二つの、どっちも正義だって教えてるから戦争が起こるの。でしょ？日本もそうだったじゃん。日本とアメリカもこっちが正しいって言い張ったでしょ。イスラム戦争もベトナム戦争も全部そうでしょ。俺が正しい、俺が正しいって、正義と正義のぶつかり合いの。で、勝った方が正義になるの。負けた方が悪になるの。だから日本は、悪になってるんだよ。そういうこと。うん。アメリカについてワダをぶった切って、アメリカっていう国を知らないとダメだし、アメリカの宗教っていうものを知らないとダメだと思うよ。うん。ドラえもんも言ってた？うん。そう。正義と正義がぶつかるんだよ。だからなんだっけな。ウォーっていう言葉はなんだっけ？なんだっけな。なんだっけ？ウォーの語源なんだっけ？ウォーの語源。戦争ってウォーって言うでしょ？ W-A-R でしょ？なんだっけな。あ、We are right っていう。ウォーの語源って一説に言われてるのは、We are right。我々が正しいっていう意味。我々が正しい、我々が正しいって言ってるから、ウォー、戦争が起こる。We are right。うん。っていう皮肉った、その、ネタが一個あるね。そうそう、負けたら。だから、その、ワンピースでも、ドフラミンゴが言ってるけど、勝った方が正義だっていう。戦争を知らない豊かな子供と、ね、戦争しか知らない、蔑まれた子供たちの価値観が同じなわけがない。勝った方が正義だっていう、名台詞があるんだけど。そうそうそう。そうそうそう。正義の反対はまた正義なん、別の正義なんだよ。だから正義を掲げるっていうことは、実は負けた方が悪になるってことだから。俺は仏教徒だからこれ嫌いなのね。うん、話し合えば分かり合えるっていう風な。まあ、そんなうまくいかないけどね。そう、だから韓国人の人は日本人好きなこと多いんだよ。大久保とか行くと日本大好きっていうの。てか日本に住んでるわけだから、それそうだよな。日本は憧れなんだよ。テロは悪でしょ。これもよく言うんだけど、テロテロって言ってんのはアメリカの政治の問題なの。ISIS は何て言ってるかっていうと、ジハードだって言ってんの。ジハード。要は聖戦って言ってんのよ。要はこれは戦争ですって宣言してんの。でもアメリカっていうのは戦争をするときに国連の理事を通さないといけないわけじゃん。要は他の国とかに、同盟国とかに、要は投票しないといけないの。通るわけないじゃん、そんなの。そんな通るわけないじゃん、他の国。フランスとかが反対するに決まってるじゃん。だからテロって言って攻撃をされた、反撃をしてるだけだっていう、大義名分のためにテロって言ってるだけだよ。だから、イスラム教の人たちはあれ戦争をやってる感覚だからね。うん、だから、それをなんでわかるかっていうと、日本がアメリカに物資支援したときに、日本も十字軍に参加したって言ったんだもん。十字軍っていうのはわかるでしょ？何千年間も、エルサレムを奪還してる軍隊のことなんだけど、西洋人の。日本好きな韓国人なんているよ。いるよ、いるよ、綾香。うん、中東のようにアメリカの民主主義は定着しないと泥沼化してテロに次ぐ、テロで終わらないよな。だったら俺言いたいんだけど、イラク戦争がテロじゃないのって言いたいよね。うん、俺、イラク戦争は絶対間違ってたと思うよ。アフガニスタンと、ね、要はアルカイダの問題とイラクの問題に何が関係あるのって。みんな知らないかもしれないけど、ISIS ってアルカイダの残党なんだよ。そんなことも教えてくんないでしょ？もうね、もう日本人どんだけバカなのって思ってるの、俺。俺これに関しては日本人が恥ずかしいと思ってる。ISIS とか言ってるけど、用語が変わってアメリカのね、プロパガンダされてるのを鵜呑みにしてるけど、あれってイラク戦争で勝手に攻め込んで間違って殺したでしょ？その時の残党とアルカイダたちが徒党を組んで怒りが噴出して、それで独立国作ってんだよ。難民たちが。だから国を持たないってそういうことなんだよ。だから日本人さ、もういい加減目覚まそうよ。
アメリカが間違ってたって認めない？テロ、あのさ、俺たちがさ、アメリカにいきなり戦略されて間違って誤解を受けて戦略されたら、俺たち一致団結してアメリカ倒そうっつってテロでも何でもやらない？アメリカはもうそろそろ認めた方がいいよ。イラクに対して、ね、イスラム教に対して、知らないからって叩くのやめよう。勉強しよう、もうちょっと。それは、戦争は良くないから、俺 ISIS がやってることは間違ってると思うよ。ただ ISIS のテロを叩くんだったら、アメリカ軍がやったことを認めろよって。フェアに行こうよ、日本人なら。ねえ、日本人ならフェアになろうよ。勉強しようよ。調べてから発言しようよ。それは本当に、怒りがある。911の陰謀論はないですね。そう、本当の歴史を知らないとダメなんだよ。本当の歴史を知らないとダメなの。なんで彼らが怒ってるのか聞いてあげようよ。イスラムのね、人たちの発言が一向に表明されないでしょ。イスラム教が惨殺してるのだけでしょ。アメリカの米兵がどんなことやってるか知ってる？何が行われてるか知ってるか、ネットで検索してごらん。怒りが込み上げてくるよ。そう、アメリカのポジだから何も言えなくなってんだよ。ただアメリカも悪いし、イスラム教も悪い、その ISIS が悪いって両方言わないとダメ。それがジャーナリズムでしょ。日本のジャーナリスト何やってんの、俺殺されるな。俺はだから世界行きたい理由はそこ。俺はイスラム教の話聞くから、俺ちゃんとやるよ、俺はちゃんとやるよ。ただ殺されるかもね。すいません、熱くなりました。でもそれは本音。ごめんね、熱くなって。本音。いや、だって日本を旅するのは、その世界の前哨戦だって言ってるの。国力が落ちてるとはいえ、未だにアメリカは世界の警察だから仕方ない側面があるわな。あのねー、やっぱね、キリスト教の考え方強いんだよ。やっぱり先民思想って強いよ、やっぱり。でもね、和道の異常のゼミナールの和ゼミ受講生はちょっとリテラシーを上げてもらいたいよね、やっぱり。和ゼミ受講生たちはちゃんと物事を考えられる人になってもらいたい。それ本当なのって疑える目を持ってもらいたい、ちゃんとソース取れるのって、あれこの人たちが言ってるの間違ってんじゃないのっていう疑いの目を持って、自分の真実っていうのを手に入れる人たちになってもらいたいね。この前電車でヒゲボーボーのイスラム人みたいなのがいて、一瞬避けた自分がいたよ。ダメだな、俺は話聞いちゃうけどね。河本ひろとが言ってるよ、河本ひろとが、生まれたところや皮膚や目の色で、一体この僕の何がわかるというのだろう。歌はいいねっつうけど、イスラム人に同じことやるからね、日本人は。韓国人に同じことやるからね。ダメよ、生き方だからね。都合のいい時だけいい部分取ったらダメよ。生き方だから、早い話、花火でどんどん放卵会ってこと？どういうこと？日本に原爆を落として ISIS には落とさないんだな。多分ね、原発はもう使われることないと思うよ。なんでかっていうと、もう広島長崎に落ちた原爆の精度じゃないから、多分東京とか滅ぶぐらいの一発で、もう壊滅するぐらいの能力あるんだよ。一瞬で終わっちゃうんだよ。で、よく言うんだけど、戦争って何のためにやるかっていうと、領土を取ったりとか、その、土地を支配して、利益になるからやるんだよ。でも原発で分かったことを、テストであれはやられたから分かるんだけど、放射線で汚染されるじゃん。でしょ？あのね、もう取り返しがつかないことになるの分かってんだよ。なんだっけ、地球にある最先端の核爆弾7発で地球滅ぶんだよね。確か今って。だから一発使ったら、なんつうの、他の国もバンバン落ちちゃうから、一瞬で地球が壊滅するんだよ。だからね、もう使われることのない兵器なの分かってんだよ。そうそう、イメージ操作。だからニュースとか疑ってみてほしいし、俺ニュース見てないよ。なんか、和道どこで勉強してんのとか言うけど、本を読んだ方がいいよ。あと現地の話を聞くとか、いろんな意見聞いて、自分が正しいと思うのを選んだ方がいいよ。反対側の意見ほど聞かないと。
だから俺は、そう、創価学会の問題もそうだし、創価学会の人にちゃんと聞くし、伝統で聞くし、新興宗教の話も聞くし、エホバの証人の人も聞くし、慰安婦像を舐めてない、どう思う？慰安婦像に関しては、だけど、あのやり方はない。正直言うと、韓国人のあのやり方はない。ただ、ただ、日本人が韓国人を慰め者にしてたのは事実。慰安婦なんていなかったっていうのは、ちょっと傲慢な態度だと思う。もちろん日本人の中にも、そういう慰安婦っていた。韓国人にもいた。事実。で、軍隊は確かにやってなかったかもしれないけど、その、俺は慰安婦の人の気持ちから考えると、だから、良くないと思うよ。それで強行手段に出てるのもわかるんだけど、もっと話し合わないっていう立場だね。オウムは、オウム真理教、オウム真理教は長くなるよ。戦地売春婦と性奴隷は違うよ。それはわかってるよ。もちろんもちろん。もちろんわかってるよ。だけど、要はさっきも言ったんだけど、韓国人っていうのはしたたかだから外交うまいのよ。要は話のすり替えっていうのがうまいのよ。だからそこに付き合ったら負けですよ。そこは韓国人の悪いところ。要は、捏造してくるわけじゃん。事実と違うものを引っ張ってくるわけじゃん。それはわかってる。ただ、日本の、日本も金払ってるわけだから、俺はだから、もうね、俺が、これ賛成か反対か言ってもらいたいんだけど、これ俺の教鞭ね。俺の教鞭なんだけど、もう日本鎖国しない？俺、これマジで言ってんの、昔から。ニコ生の時から言ってんだけど、もう日本鎖国しない？俺、もういいよ。日本このまま行ったらボロボロになるよ、もう。無理だよ。もう農民からやり直そうぜ。いいよ、豊かじゃなくて。もうインターネットも中だけでいいよ。もう農業も頑張ろうよ。そしたら仕事できるよ。もうさ、鎖国しねえか。これマジで思ってんだよ。自分たちで農業耕すところからやり直さね。俺マジで本気で考えてんだよね、それ。もうダメよ。共産党とかどうかわかんないけど、鎖国しよう。オウムは反米で社会主義国家を作ろうとしていた。山岸だね。土地山岸会作ろうと思うわ。おじいちゃんになったら。和道村作るよ。で、俺は村人愛すよ。美しい絵を描いて、美しい音楽奏でて、街中カラフルにして、自分たちの無農薬の食べ物を作って、牛を潰す時に号泣して、村で子供生まれたらみんなで笑って、それでいいじゃん、人生。俺はそう思うよ。空気が吸えて飯が食える喜びすらも感じられなくなってる。今の現代狂ってるって、絶対。金、地位、名誉、権力。もう、うんざり。俺は向いてねえわ。俺は先進国向いてねえわ。いい女抱いて、仲間たちとうまいもん食って、笑って泣いて、ね。ペットの肉食うときに号泣して、ごめんよーっつって、太郎ごめんっつって、みんなお前、だから、そう、俺はね、よく言うの、俺スーパーで泣けない自分が狂ってるって思うの。スーパーの豚肉コーナー、鶏肉コーナーって俺、死体置き場に見えるんだよ。死体置き場なんだよ。でも泣かないでしょ。絶対泣けないでしょ。それってもう、わけわかんなくなっちゃってて、その役割分担で殺さないからなんだよ。あれって豚の命殺してんだよ。だから俺よく言うんだけど、一回屠殺やってみたいのね。イノシシとかを飼ってみたいの。で、自分でちゃんとブヒーブヒーって殺してみたいのよ。その時初めて、俺は、スーパーに行くたびに号泣しちゃう男でいたいのよ。ごめんっつって。豚肉さんごめんって。俺食うよって。俺お前大好きだよって。ごめんって。豚肉うまいんだもんって。ごめんなって。俺の欲のために犠牲になってくれてごめんなって、1時間語ってからスーパーで会計する男になりたいの。本当に。俺は多分肉を食い続けると思うのよ。だけど、豚を殺したっていう、豚を殺し生きてるんだっていう感覚が欲しいの。それが感動だし、それが生きるってことだから。そうそうそう。
俺は今の日本が狂ってるっていうか、まあ俺が狂ってるんだろうな。俺が狂ってるんだけど、俺はそういう人間が好きなんだよね。みんなで一緒に豚殺さない？うん、一回、オフ会。豚殺しオフ会。あの、悪ふざけじゃなくて、本当にみんなで豚殺すの。みんなでバラバラにすんの。で、みんなで泣くの。こんな残酷なことして俺ら食ってたんだ、つって。でもうめえな、つって。うめえな、って。じゃあ豚育てようぜ、とかさ。生きてる間大事にしようぜ、とかさ。うん、絶対楽しいと思うよ。それが生きるってことだと思うけどね、俺は。そういうなんか悲しみも、悲しみと喜びが同時に来るみたいな感動みたいなのないじゃん、今。だから俺も知らないから、あの、なんかこう、スーパーで泣ける男になりたいよね。スーパーマーケットで。泣けるっていうのは感謝できるってことだから。うん。だから、その食い物で遊ぶやつが俺は大嫌いっつってんの。うん。そう。ただ、旗から見たら、あの、やばいカルト集団だろうね。和道の異常なゼミナールやべえよ、つって。オフ会でスーパーの前で100人で泣いてたよ、つって。和道リスナーが100人スーパージャックして、ミートコーナーで号泣みたいな。つって。なんて俺ら罪深いんだ、つって。豚肉見ながら。やばいよね。小カルトだよね。うん、第2のオウムでしょ、完全に。絶対やばいよね、肌から見たら。やべえな、こいつらって。うん、オフ会で、うん。有名になるけど、でもそれはかっこいい生き方だと思うよ。うん、それはかっこいい生き方だし、新しい価値観っていうか、うん、だと思うよ、うん。スライムでしょ？はいはい、スライム。こんな感じです。これ、のぞみが撮ってくれたスライムね。のぞみ。で、ホイミスライム、キングスライムです。10分後には美味しいって笑顔になるだろうね。で、その時のうまさってやばいと思う。うん。その時のうまさは感動があると思うよ。うん。でも、本当になんか生きるっていうことを学ぶっていうのは体感だと思うから、うん。それが当たり前になったら簡単にな、だ、俺ね、泣けないっていうのは、なんか病気だと思ってる。俺ね、はっきり言うよ。メンヘラがなんでこんなに多いかっていうと、感情のコントロールできなくなったからだよ。これ絶対あるでしょ。俺ら、本気で泣いて、本気で笑って、本気で喜んで、本気で楽しむことができなくなったんだよ。うん、飼いならされてるから。俺ら家畜になっちゃったんだよ。だから俺らは人間じゃん。自由になるために生まれてきたってそういうことなんだよ、俺が言ってんの。そう。心を取り戻そうっていう運動なの。だから異常なゼミナールなの。うん。そう。最初になってもいいと思うの、それで。うん。そう。俺は洗脳されてると思ってるから、やっぱ。誰かに、見えない何かに飼いならされてると俺は思ってるから。それを一個一個取り戻す運動が、そう、和道っていう活動だからさ。うん。うん、いや、大人になっても取り戻せるものあるでしょ。俺らはだから心をもっと豊かになって心を取り戻すことができると思うんだよ。うん。本気で笑って本気で泣ける大人はかっこいいと思うよ。30過ぎて号泣できたらかっこいいじゃん。俺の友達に、俺の先輩にすげえかっこいい人がいて、あの、海が怖いっていう人いるからね。波の音を聞くと寝れないっていうさ、すごい先輩がいるんだよ。友達に。かっけえだろ。海の怖さを知ってる人ってなかなかいないじゃん、知り合いに。海怖いぞーって本気で言うからね。和道いいか、海は怖いぞーって本気で言うからね。俺好きだよ、ああいうの。海怖えよーって。海は怖えわーって。何時代だよっていうね。うん、豚を10回殺して食べてもまだ泣ける人はいい人かもね。いや、だから、違うんだよ。要は、それを知ってるか知ってないかだよ。慣れるんだよ、やっぱり。でも、体験として持ってるかと、情報として持ってるかは別だって言ってんの。豚を殺してるのは情報として分かってるんだけど、体験じゃないから泣けないんだよ。でしょ？体験があるっていうのは心の豊かさだから。うん。俺はだから、いつも言ってんだけど、なんで世界旅したいの？和道って。俺は地球に生きてる実感が欲しいんだよって。地球を大事にできないのは、地球に生きてないからだよって。だから自分の家って綺麗にするじゃん。自分の好きなように飾るじゃん。自分の空間だから。自分の土地に癒着があるから。俺はだからまず日本を自分の庭にしようと思ってんの。いろんな人と触れ合って。
なんか四国大好きなのね。四国のリスナーさんによくしてもらったから。和道くん、和道くんって言っていろんなお店連れてってもらって、飯をごちそうになって、和道くん大好きだよって。そんな四国は、その人の小手半忘れちゃったんだけど、俺。その人の笑顔と、その人のリスナーさんのオンっていうのを俺は体験で持ってるの。リスナーさんが和道くん、和道くんって言って、お店の人にこの子大好きなんだよって言って、この子インターネットですごいんだよって自慢してくれて。俺はだから四国が好きになった。ただ、闇将軍のせいで四国がちょっと嫌いになった。そういう好きとか嫌いとかがいっぱいあるの、四国には。四国生まれのリスナーさんに支援してもらって、旅をさせてもらって、その人の約束で、阿波踊りやってくれ、放送してくれって言って、すごく阿波踊りみんな感動したって言ってくれてさ。泣いたわ、和道って。和道阿波踊り NHK よりもいい画像だったぞって言ってもらえて。だから俺は四国が大好きなの。私は自然とか見えない何かといつも話してる。だからいつも言ってるじゃん、つかすちゃん。俺らっていうのはそういう世界で生きてるんだよ。それは昔シャーマンって呼ばれてたんだよね。卑弥呼とかさ。そう、自然と会話ができるってそういうことなんだよ。俺は釈迦と会話できるからね。裸から見たらやばいやつだよ。釈迦と会話できるからね。釈迦爆睡し、釈迦釈迦かわいい、爆睡してる。釈迦、え、釈迦死んだ？釈迦、あ、起きてた、今まで生きてた。やべえな、釈迦が死んでるみたいに黙ったから。寝てたわ。ネシさん、今日は政治配信ですか？聞きますよ。いやー、政治っていうか、まあ、政治じゃないけど、もう終わっちゃったけど。今はね、信者獲得のために、和道教を広めてるよね。完全にこれカルト宗教みたいになってきたのね。釈迦寝てるから。あと、ソーラン節、踊って、感動するよ。ソーラン節、あのね、ワン太郎のソーラン節が結構良かったんだよね。やーれん、ソーラン、ソーラン、ソーランだよね。一回見に行きたいね。かっこいいよね、ソーラン節。俺好きだよ。あれかっこいいダンスだと思うよ、ソーラン節。なんか、金八先生の回にそんな回なかったっけな。新しいフォロワーさん、ボルサリーノ2さんフォローありがとう。はるちゃんフォローありがとう。新しいフォロワーさん、ありがとうございます。うつや自殺が多い世界ってどう思う？だから俺はよく言うんだけど、俺は自殺を止めに来たんだよ。自殺を止めるのは配信でずーっと昔から言ってて。10年間で30万人確定してんの、自殺者が。で、俺と出会ってたら30万人で国家作ってたのにって言ってたの。30万人が俺に、ね、そう、なくす尊い命っていうのを俺に預けて生きてる間だけ俺にかけてくれって。俺と一緒に生きようって。俺と一緒に笑って楽しもうって。そしたら、俺にかけてくれたら、俺は幸せにするからって。だから、もったいないと思うよね。だから、それのカウンターカルチャーが和道だよ。あ、どうもどうも、ボルサリーヌさん、ありがとうございます。月に話しかけてる。月の暦っていいよね。俺はね、太陽暦で生きてないから、月の暦をすごい大事にしてるね。今日は満月だから、いいセックスできるかな、とかね。自殺はダメなこと、安楽死とか。俺は、だから、必ず死ぬから、なんだろうな、死にたい人間なんていないんだよ。生物だから。生きることが死ぬことより辛くなってるだけなのね。死にたいんじゃないんだよ。生きたくないんだよ。だから、まあ、俺に人生預けてくんね、みたいな。絶対死ぬから、って。お前の死は保証するから。そう。1年でも10年でもいいから、ちょっと俺に預けてみないっていう。助けはしない。俺は、手を差し伸べることしかできない。俺と一緒に生きようっていう。そう。だから、よく言うんだけど、死にたい奴なんかいないっていう話もそうだし、今日っていうのは誰かが生きたかった明日なんだよっていう話をする。今日っていうのは、本当は、不治の病とか、ね、なんか、病気とか、怪我とかで、本当は誰かがどうしても生きたかった今日なんだよ。そう。それを自ら捨てることはないでしょ。絶対死ぬんだから。そうそうそう。だからニートでも生活保護でも何でもいいっつってんの。
俺の放送で暇つぶししねえって。うん。で、もし俺と一緒に行きてえとか熱いって思ったんだったら、リア凸して、一緒に2日でも3日でも1ヶ月でも1年でもいいから、日本一緒に回ろうって言ってんの。いいことかどうかはわかんないよ。うん。でもさ、死は絶対来るわけだから。うん。死は誰にでも唯一来る平等なものじゃん。そう。自ら終わらせなくてもいいんじゃねえかなとは思うけどね。止めはしないよ。うん。それは死は、ね、人間が最後に持ってる切り札だから。うん。だけど、まあ、死にたい奴なんかいないだろう。うん、死ぬ勇気があるっていうのはかっこいいことだから、うん、生きることも余裕でできるんじゃねっていうの、死ぬことができる勇気があるっていうのね、人間が一番怖いものを克服できてるわけじゃん。死ぬことができるんだったらお前は生きることできるはずだよって。うん、うん、仮に病気がなんかで余命が分かったら間違いなくヘロインを試す。で、そのヘロインで寿命が縮まるんでしょ。アホでしょ。アホでしょ。うん、若い子の自殺が増えてるから楽しい。うん。まあ、死ぬやつを全部止めようなんていうのは無理だけど、可能性を提示することはできるじゃん。うん。でしょ。うん、可能性は提示し続けるよ、俺は。俺と一緒に生きてみねえっていう、うん。宗教団体が立ち上がった？どういうことだろう、うん。経済的貧困で自殺が起こる。ああ。まあだから生ポを受けろと。死ぬぐらいだったら生ポを受けろって俺は言うけどね。うん、税金をずっと搾取され続けるわけだからっていう。お前は受け取る権利があるって。日本に生まれて日本税金払って日本国籍なら、うん、堂々と受けろ。その代わり受けたら恩は返せと。それが生きるってことだって思うけどね、うん、助けられたら助ける側に回るとかっけえと、うん、我が人生に一片の悔いなしと、うん、だから税金払ってる人は誇れ。うん、和道っていう男を生かして食わしてきたんだと。俺は恩返すぞ、日本に。うん。死生観なのかな？わかんないけど。そんな難しく考えてないけど。自殺は精神薬の副作用の発作って可能性もある。ある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 。精神薬の問題っていうのはね、精神薬はドラッグだっていう感覚がないんだよね。うん。治るものじゃなくて、あれは何かを抑えるもので、何かを増幅させるものだから、間違いなく、本当にただのドラッグだからね。うん。うん。消費税払うのは偉いことだよ。ていうかね、もう結論から言うわ。生きてる、自殺を止めるとかだからない。だから、俺は他人と過去は変えられないと思ってるから。自分と未来しか変えることしかできないと思ってんの。だから俺が言うのは簡単。俺は生きる。俺と一緒に生きないか。さあ選べ。死にたい奴は死ぬの止めらんないから。ただ、可能性を提示することはできるのよ。そんな無駄にするような命じゃないはずだと俺は君のことを思ってると。俺と一緒に生きてみないか。それだけ。そう。だから止めることはできないですよ。そんな神様みたいなことはできない。俺も弱い。あなたも弱い。みんな弱い。それだけ。生きてるだけで偉いよ、うん。生きてることを肯定しないとね、うんうん。生きてることを肯定しないと、生きてるのが馬鹿らしくなっちゃうよね。俺らは少なくとも何万年ね、地球が誕生、そう、死ぬまで生きるってだけなんですよ、うん。俺はよく言ってんの。生きるってことは暇つぶしだからって。で、暇つぶしをダラダラやるのと本気でやるのどっちが楽しいっていうの。うん。そう。俺は子供みたいになりたい。うん、今は、ね、今だよ、俺ね、バイオハザード7がやりたいんですよ。だけどだよ。バイオハザード7買いたいんだけど、もし俺が3歳とか5歳の子供だったら鬼ごっこで楽しかったんですよ。でしょ？なんで楽しかったのかっていうと、本気でやってたからの。
友達と本気で鬼と追いかけっこしてたから。縄跳びも本気でやってたし。うん、初恋もね、本気で好きだった。今でも青春してる。本気でやってるから。放送も本気でやってるの。リスナーさんと本気で向き合ってる。うん、生きることに本気なのよ。楽しいでしょ、うん、全力でやんないっていう。疲れてヘトヘトになって寝たことあるって。うん、疲れようよって、うん。命を使い切る感覚、本気で喋るとかさ。本気で笑うとか、本気で飲むとか、本気で走るとか。うん、それだけで楽しいんだよ。本気で豚を殺すとか。うん、そう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 。遊びも本気っていうか。全部本気。そう。うん、あ、でもやるんだよっていうのは、根本圭さんっていうサブカルの作家がいるんだけど、ちょっと紹介。根本圭さん知ってる人手挙げて。知らない人手下げてください。根本圭さんっていうサブカルの偉人がいるんですけど、でもやるんだよっていう、あの、ツイッターに書いたんですけど、でもやるんだよって。根本さんのでもやるんだよ知ってる人。知らない人手下げ。知らない人多かったら話そうかな。うん、僕が好きな言葉なんですよ。サブカルで作家なんですけど、ジャーナリストって言ったらいいのかな。ある時ね、あの、問題になってる村があったんですよ。あの、犬、捨てられた犬とか猫とかを、もう何千匹と飼ってんのかな、何百匹と飼ってるおじさんがいるの。で、そこっていうのは、そう、おじさんは生活保護を受けてて、って後で大問題になるんだけど、その施設を勝手に作って、捨てられた犬とか猫とかを飼ってるの。で、実費で全部餌とかを与えてるの。で、近隣住民から臭いとか、鳴き声がすごいとか、苦情が来てて、もう迷惑だと。で、国の問題になったことがあるのね。すごい古い話だよ、これは。実話です、これは。で、その根本圭っていう人はサブカルの人で、要は俺みたいな人なわけよ。何でも面白そうだから行ってみようぜって。リアル、どんな話が聞けるんだろうって。そしたらおじさんはずーっとたわしで磨いてるのよ。でっかい餌を。で、その餌を磨いてる、餌の容器、でっかい桶を磨いてる時の一言。あのさ、って。こんな桶なんか磨いても磨かなくても、ね、意味ねえんだよって。ぶっちゃけた話、さっと洗えばいいんだよって。でも俺はビガビガに磨くんだよって。どんなに叩かれても、犬に餌やり続けんだよ。みんな迷惑だとか言うんだよ。でもこいつらを餌やり続けるんだよって。無駄に思えるだろ。でもやるんだよっていう一言が、もういろんな人に勇気を与えたの。無駄に見えるだろ。でもやるんだよっていう名言があるの。そう、本の中のたった一言なの。そのおじさんのフレーズ。でも、いろんな、あの、今、例えばライムスターの歌丸さんとかもそれを歌詞にしてたりとか、いろんなその文化人に影響を与えてるの。例えば町山さんとかもそれをリスペクトしてて、俺なんでラジオなんかやってんだろう、誰も聞いてねえよ、なんで売れてねえのに映画評論やってるんだろうって言った時に、この根本圭さんの本のことを思い出す。でもやるんだよって。俺はまさに配信やめようかやめまいか、閲覧ゼロ、金にもなんねえ、やったら叩かれる、うん、そう、その時にこの言葉で俺は復活しようと思ったの。根本圭さんのこのフレーズと出会って、半年前ね、閲覧がゼロが3日続いて、うん、全部のコミュニティ爆破して、アカウント全部消して、その時に、でもやるんだよっていうのにすごい勇気づけられた。無駄に思えるだろう。でもやるんだよって。もう関係ねえって。関係ねえわっつって。配信無駄に見えるだろう。でもやるんだよっつって。そんな感じです。うん。そんな感じ。うん。いいよね。うん。かっこいいよね。かっこいいよね。ゆうこさんいらっしゃい。楽しんでってください。ねえ、子供の頃っていうのはね、本気だったから楽しいんだよね。うん。実はっすよ、ブルさん。うん。根本圭さんは、そう、エッセイストになるのかな？何なんだろう。ちょっとわかんないけど。うん。エッセイストかな？素敵だよね。でもやるんだよ。名もないおっちゃんの言葉だね。うん。え、ロンタリどうした？ちょっと待って、ロンタリどうした？ロンタリ何？どうなってんのこれ？おい、ちょっとやべえぞ、お前ら。俺の放送見てる場合じゃねえぞ。ロンタリボッコボコじゃん。何これ？お父さんが拘留された？
え、どうしたの、オンタリー。おはよう、クロスケ。ちょっと待って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 、誰か知ってる人いない？ロンタリーの放送今見てんだけど、顔やべえぞ、これ。いやいやいや、今閲覧2位のやつ見てみ。ロンタリーってやつ普段からやってんじゃん。何これ、ボッコボコなんだけど。え、何があったの、え、何これ、なんだこれ、どうした、ロンタリー。え、なんだこれ、やばいんだけど、顔ボッコボコ、顔ボッコボコだよ。どうした、何があったこれ、ロンタリー。俺こんなに殴られてるやつ久々見たんだけど。何これ、お父さんが殴んの、おー、かわいそうに。親父が殴ったの、もう出てけよ、かわいそうだよ、うん、親父復活、え、な、有名なの、親父が殴んの。これ虐待でしょ、完全に。この人前も誰かに殴られてた、親父にいつも殴られてるからまたお父さんにやられた。あ、それで親父が交流されたの、義理の親父。ちょっと ロンタリーちょっと話しね、ロンタリーさ、 LINE で話しね、ちょっと。誰かさ、和道ってやつがちょっと心配して、そう、 LINE で話さねえかって言ってるって言ってくんね。かわいそうでしょ、こんなの。いやいやいや、なんでほっといてんのこれ。そう、ロンタリーと話してえわ。うん、かわいそうでしょ、いくらなんでも。話しても無駄？無駄。いや、これさすがに殴りすぎでしょ。かわいそうだよ、いくらなんでも。これはやりすぎ、いくらなんでも。何？それは何？もう親父にブルってるってことなの？親父がブルってるの？どういうことこれ？やばくね？いつもなんだ。いや、これかわいそうだろう。これこそデモやるで話してみよう。いや、っていうか、ちょっと心配だわ。これ絡んだことないけど。絡んだことないけど。これはもう虐待レベルでしょ。もう完全に虐待でしょ。ね、大丈夫か？いいよ。あ、じゃあさ、ちょっと待って。いいよって言ってる？この URL さ、ロンタリーに送ってもらえるとありがたいわ。いいって言ってる？うん。電話？うん。オッケーオッケー。今送った URL。いや、ひどいだろ、これ。これひどいだろ。いくらなんでも。かわいそすぎるだろ。あ、おはようございます、Qちゃんさん。おはようございます。親父警察出てきたらまた母校。いやー、かわいそうに。いや、これ、ていうか、いくつの子が、いや、ロンタリの放送も正直よく見たことねえけどさ、これ誰か助けてやんねえと、これ、この子の人生めちゃくちゃになるぞ。いや、犯罪だからね、普通に。普通に犯罪でしょ、こんなの。出てきたらボコられるでしょ。やりすぎ。やりすぎ、こんなの。
いや、その殴られたことあるやつだったらわかるでしょ。あれ？ロンタリ来た。あ、もしもし。もしもし。あ、はじめまして、和道です。あ、お疲れ様です。すいません、絡んだこともないのにいきなりコンタクトを送っちゃって。あ、大丈夫です。ちょっとお話いいですか？聞かせてもらっても。あ、大丈夫ですよ。うん。顔大丈夫？今日のこと？いや、昨日ですね。昨日？うん。昨日っす。昨日なんだ。何？お父さんと仲が悪いの？そうっす。あ、そうなんだ。義理のお父さんなの？そうですね。うん。ごめんね。なんかさ、ちょっと差し出がましいかもしれないけど、ちょっと心配になっちゃったの、顔見て。はいはいはい。うん。大丈夫かなと思って、何かできることがないかなと思ったのよ。何？はいはい。毎回こうやって殴られてるの？そうです。今お父さん警察にいるの？そうです。そうなの。それさ、その家族とか助けてくんないの？ロンタリ君の周りで。おばあちゃんいるときはいいんですけど、うん、おばあちゃんいないんで今。うん、おばあちゃんはどういう、何、どっか行っちゃってるの？そうっす、そうっす。あ、そうなんだ。戻ってこないんだ。そうですね。うん、ロンタリ君さ、ちょっと そんな生活続いてたらさ、生きてけないでしょ。大丈夫なの？大丈夫だったらいいんだけど、うん、なんか、まあ、とりあえず今んとこ大丈夫ですね。大丈夫？うん、はい。なんかさ、もしさ、本当に困ったこととかあったらさ、配信外でもいいからいつでも連絡して、力になれることがあるかもしれないから。了解っす、うん、ありがとうございます。うん、ごめんね、なんかいきなり初絡みなのに。はい、お願いします。本当困ったりさ、些細なことでも何でもいいから。どこに住んでんの、ロンタリ君は？愛知県っす。愛知の方だ。うん、これ登録しておくからさ、もし困ったりとかしたらいつでも連絡ちょうだい。はい、わかりました、うん、ありがとうございます、うん、頑張ってね。はい、ありがとうございます。うん、いやー、やべえな、かわいそうに。愛知なんだ。いや、生ポ受けるとかじゃなくてさ、いや、もういくつの子かわかんないけどさ、こんなの続いてたら、顔怪我して面接の評価も悪くなる。いや、ちょっとさ、彼がさ、仕事がどうとかわかんないから、配信も見たことないから。ただいつも頑張ってるなっていうのは知ってたから。いやー、本当助けてあげて、かわいそうでしょ。親父入院して復活した。いやー、ブルさん、わかんない、俺全く見たことないから彼の放送。ただこれはやりすぎだよ。あ、結構年いってんだもっと若い子だと思ったわ。19歳ぐらいだと思ったら結構おっさんだな。うん、おはよう、キャナピー。あ、そうなんだ。いやー、これはひでえよ。うん、じゃあちょっと俺落ちるわ。うん、ごめんごめん。ロンタリ君見てあげて、なんか売名みたいになったら嫌だから。一回落ちます。ありがとうございました。みんなロンタリ君の放送言ってあげて。うん、ごめんね、なんか売名とかそういう気じゃないから、みんな言ってあげて、ロンタリ君。うん、じゃあお疲れっす。ありがとう、みんなありがとうね、見に来てくれた人。バイバイ。ロンタリ君の放送見に行ってあげてください。いや、家出るべきでしょ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう